ピッティ宮殿前の広場ピッティ宮殿の中には、ピッティ宮殿はイタリアのフィレンツェにあるルネサンス様式の広大な宮殿。トスカーナ大公の宮殿として使用された。アルノ川の西岸に位置し、ウフィッツィ美術館とはバザーリの回廊を通じて結ばれている。1587年にフェルディナンド一世が即位して、以降、ビットリオエマヌエーレ三世によって、 イタリア国民に異常されるまで、トスカーナにおける宮廷としての役割を果たし続けた。約400年にわたり、メディチケを中心として収集された絵画や宝飾品のコレクションは膨大な数に上る。現在この建物は内蔵する美術品とともに美術館として一般に開放されている。ルカピッティの肖像1457年、フィレンツェの銀行家。 ルカ・ピッティは、ピッティ宮殿の建設に着手した。ピッティは、後に、祖国の父と呼ばれる、コジモ・デ・メディチのライバルであり、メディチ宮よりも優れた建物を作ることを望んでいた。後に、自らの財政が悪化した時も、宮殿への投資は惜しまずに続けている。だが、コジモのコピエロディ、コジモ・デ・メディチに対する陰謀発覚によって、工事は中断され、 ピッティ宮殿の完成を見ることなく、ピッティは1472年に死去。ピッティの死と共に、宮殿の建設も中止された。コジモ一世の肖像、ピッティの死から約100年を経た1550年頃、初代トスカーナ大公であるメディチ家の当主コジモ一世が、体調を崩しがちになった妻エレオノーラディトレドのために、ピッティ宮殿を買い取った。これに伴い中断されていた宮殿の建設が、 再開された。宮殿の改修は、バルトロメオ・アンマナーティが担当し、宮殿の背後にある庭の設計は、通称トリボロという芸術家の案に従って作られて、いったとされる。庭と宮殿の整備は、1590年頃まで、約半世紀近く、コジモ・カズヨ、フランチェスコ・カズヨ、フェルディナンド一世と三代にわたって続けられた。1580年に、 現在のウフィッツイ美術館が完成し、その建物が政治の場として機能するようになると、コジモ一世及びその家族は私的な時間をピッティ宮殿で過ごすようになる。結果として、コジモ一世の孔子の空間は、これら二つの建物に分離された。宮殿内の壁画に描かれたメディチ家の紋章また、多数の芸術家を支援したことで知られるメディチ家は、美術品の収集にも、 熱心だった。ルネザンスを代表する名画や宝飾品が時の当主の手によって集められた。これらが現在のピッティ美術館の中心となる収蔵品である。1737年、メディチ家最後のトスカーナ大公であるジャンガストーネが後継ぎの男児が生まれないまま死去。少し遅れて1743年には彼の姉であり、最後のメディチこと、 アンナマリーア・ルイーザ・デ・メディチもよ去った。アンナマリーアの死によって、メディチ家の主流が断絶したため、トスカーナ大公の地位及び、ピッティ宮殿の主人の座は、ロートリンゲン家のフランチェスコ2世が継承することになった。アンナマリーアはその死に際し、メディチ家のコレクションをフィレンツェから持ち出さないことを条件に、すべての美術品をトスカーナ政府に寄贈する遺言を残した。これによって、 メディチ家の収集品は、三一を免れた。ビットリオイマヌエーレ三世の肖像ピッティ宮殿の、主は、メディチ家からハプスブルクロートリンゲン家に交代しても、美術品の収集及び増改築をやめることはなかった。ピッティ宮殿がほぼ現在の形になるのは19世紀末のことである。メディチ家の収集品に加え、その後の主が求めた、美術品の数々がその内部を飾った。 しかし、フィレンツェの誇るこのコレクションが完全に現代まで保存されてきたわけではない。1799年、ナポレオン・ボナパルト率いるフランス軍がトスカーナに侵入する。この時、メディチケのコレクションのいくつかはナポレオンによってフランスに持ち出された。その後返還された美術品もあるが、すべてが返還されたわけではない。これは、 ウフィッツイ美術館に所蔵されていた美術品がそのまま残されたことと好対症である。その理由として、ウフィッツイ美術館に比べ、ピッティ宮殿のコレクションはより資材としての性格が強いことを意味しているという指摘もある。1814年、ナポレオン一世が失脚すると、トスカーナ大公国を呼び、ピッティ宮殿は再び、ロートリンゲン家が手中に収める。 しかしその後トスカーナがサルデーニャ王国に併合されるとともに、ピッティ宮殿の主も交代しサボヤ家が今日構えた。やがて1911年、ビットーリオエマヌエーレ賛世によって、文部省に移譲され、美術館管理局の管轄下に置かれる。その後、アンナ・マリアの遺言を叶える形で、ピッティ宮殿及びその収蔵品は一般に公開された。19世紀の設計図。 ピッティ宮殿は約400年にわたり増改築を繰り返した。これは宮殿の建設が公共事業としての役割を果たしていたのと同時に当時トスカーナ大公国の宮廷として機能していたピッティ宮殿において増え続ける人間を収容する必要があったためである。また宮廷としての性格を強めていたために芸術家として巧妙な建築家よりも 大公とのつながりの深い建築家が選ばれる傾向があった。例えば1616 16年の設計競技においては、当時建築家として、すでに著名であったチンゴリア・ゲラルド・シルバーニが落選し、宮廷建築家であるジュリオ・パリージが当選している。他の宮廷との違いは大きく2つある。第1に、複数の宮廷が共存していた点。第2には、 太公一族は季節ごとに使用する居室を移動していた点である。ピッティ宮殿には太公一家のみならず、その親族も生活していた。また、居室の移動は他の宮殿においても見られた習慣だが、ピッティ宮殿では木座橋を移動する点で、他の宮殿とは性格を意味する。19世紀のピッティ宮殿、小イスの聖母、ラファエロ、4人の哲学者、ルーベンス。 改修するマグダラのマリア、ティツヤーの1833年に公開が始まった。メディチケを中心とした歴代の主が収集した1000点以上の美術品が公開されている。絵画を中心としたコレクションで、別名はパラティーナ美術館。古事も2000により1620年頃から収集が始められた。ピエトロ・ダ・コルトーナが内装を手掛けたもので、 ビーナスの間、アポロの間、ユピテルの間、マルスの間などに残る壁画は彼の作品である。以下は主な収蔵品。3階に位置し、主にロートリンゲン家のコレクションを展示。中心となるのはマッキア派の絵画である。メディチ家の骨董品であるガラスキや琥珀などを展示している。かつてウフィッツイの宝石の間に展示されていたコレクションが描くとなっている。 コジモ一世夫妻とその四人の子供の像が掘られた、ジョバンアントニオデロシ作のオーニキスのカメオが有名。3階の北側に位置している。ボーボリ庭園に位置する庭園小屋内部にある。庭園小屋はもともとコジモ賛成によって作られ、増築されて現在の形となった。ロートリンゲン家とサボイア家が所有していた馬車を展示している。ボーボリ庭園は、 総面積4万5千平方メートルの大庭園。コ児も一世はアンマンナーティに対して、貴人だけの場所であるから、庭園には誰も入ることができないようにしたいという手紙を送っている。その後、17世紀にようやく完成を見た。園内には、バザーリの回廊のピッティ宮殿側出口や、ブオンタレンティの洞窟、円形劇場などがある。 またかつて要塞として作られ、現在は、現代美術の特別展が開催される、ホルテティベルベデーレもこの庭園に位置する。バッカスの噴水にある亀に乗った小人像は、小児も一世の中心をモデルとしている。ありがとうございます。